お出かけ。八幡山に来たよ。元八幡じゃないよ。八幡山。京王線はいつも乗り間違えるよ。今日は AV 許さない会の長谷さんと一緒に資料集めに来たのだ。なんかかっこいい。長谷さんは作家じゃないけど、師匠がシナリオ作家さんなんだって。師匠ってなんだ？さ、着きました。こちらが大谷荘一文庫。日本中の雑誌があるぞ。意見が違うことがあっても情報をシェアし合うのは大事だよね。フェミニストは細かく意見が分かれるけど、でも情報はシェアし合いたい。みんなであれこれで分けして調べたり、知恵出し合ったり、教え合うの、なんか楽しい。お出かけも楽しい。悪いものもあるけど、良いものもたくさんあるから、それが残ってほしいな。チャンネル登録よろしくね。情報のシェアいつもありがとう。